新庄日ハム、逆転 CS 出場の可能性が見えてくる。日本ハムが1点差で逃げ切り、7月15日以来となる最下位脱出を果たした。2カード連続の勝ち越しを決め、同時に8月の月間勝ち越しも決定。新庄監督はこのまま経験を積めば必ず相手から嫌がられる。ダントツで上を目指せるチームを作っている段階と力を込めた。ソフハム6ゲーム差。3位いけそうに見えるけど、残り試合数的に厳しいんやろうか。ソフバン5勝1敗でも届かんから厳しい。新庄よやっとる。1ヶ月半ぶりの順位変動。新庄はまともすぎる。地表的にはもっと上が正しいんだよな。マジで CS いけるか？2016とまでは言わんけど CS 下克上を見せてくれや。ご飯食べていいらしい。でもデブはダメだよね。これは健丈監督。得失点と指標見たらそもそも最下位なのがおかしいんやぞ。開幕前の指標見たら最下位妥当なんですが、それはエラーがね。完封負け一番少ないし得失点差4なのに最下位なのがおかしいわ。近藤抜けたのに。近藤おったら A クラスやったやろ。そうすると田中正義おらんわけで、それはそれで結構苦しいぞ。なんか間違って SB より上の順位いかねえかな。お米食べてもいいの？いいの？去年の絶望的な状況から1年でだいぶ良くなったな。